再開をいたします。次に佐野和恵議員に質問を許します。佐野和恵議員。私は公使会の一員として先に通告しておきました項目について質問をいたします。はじめに男女共同参画社会について質問をいたします。女性の管理監督者の登用については過去の議会でも質疑されてきた経過にあります。そこで明らかになりましたのは、管理監督者は女性が 30% を占めるというのが望ましい、女性の管理監督者を育てたいがベースになる主管副主管の層が薄いという感を持っている。また本市の現在の管理監督者の女性参入の割合は平成25年4月現在で 14% である。望ましいと言われる 30% の半分以下であるというその理由には、仕事と家庭の両立の問題により担当職務が限られ、管理監督者に求められる能力の多様な職場経験が不足している。昇進は男女の区別にかかわらず職員に必要な能力や資質、業務実績等を客観的かつ適正に評価し、一定基準を満たしたものから選考をしており、その結果女性の管理職が少ない現状になっていると明らかにされています。当局ではこれだけはっきり女性管理職の少ない原因を周知しておられ、どこに問題があるのかもきちんと把握されているわけです。これを具体的に改善しなければ、いつまでたっても女性の管理監督者の登用は進まないと感じています。改善にあたっては男女共同参画推進条例第15条の積極的改善措置をもとに対策を講じていく必要があります。また第4条市の責務では、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な体制の整備及び財政上の措置、その他必要な措置を講ずるものとするとなっており、市民や事業者は努めなければならないという努力目標ですが、市は措置を取らなければならないとなっています。市が率先して行っていくという強い意思の表れが条例に示されています。そこに積極的改善措置を取り、課題解決をしていく必要があると考えます。能力資質がある人材を採用し、これを生かされていないのは市民へのサービスをしていく市として問題ではないでしょうか。女性登用にあたっては、共同男女参画室で取り組んでいる事業を人事課の人材育成計画に結びつけることが重要と考えます。そこでお伺いいたします。女性職員に管理監督職員への登用の促進についてですが、共同男女参画室の取り組みを生かした女性職員の管理監督職員への登用の促進をどのように図っているのでしょうか。また人材育成計画に女性職員の管理職登用を位置づけ、具体的に取り組んでいくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。次に市が率先して取り組むべき課題についてお伺いいたします。あらゆる場面に女性が参入することによって、その取り組みにきめ細やかさが加わり、結果としてそのことが市民のサービスにつながってくるものと考えます。あるデータによりますと、女性の参入と男性の参入の割合が半々の国では、働く環境がいいというデータから女性の社会進出が多くなっており、またそれは子育ての環境もいいということになっています。その結果、働くことによって
可処分所得が増えること、そうなれば子どもを産み育てようという機運も生まれてくることにつながるとしています。そのようなデータからも女性の参入は必要であり、そのことによって本市の施策事業もより良いきめ細やかな制度になりますし、女性の参入の多いところは元気もよく業績も良いとされています。そのステージに上がるための取り組みの段階としての研修やキャリア教育について職場理解も必要であり、取り組みを進めていくべきと考え、以下伺います。昇進は男女の区別なく能力や資質、業務実績等で評価されるものです。しかしこのステージに上がる時点で女性は低い評価になっているのではないかと考えます。市は多様な職場経験の不足が女性の能力育成につながらないと認識しており、この原因を取り除くことが重要と考えます。能力を引き出すための多様な職種経験をどのように実施していくのか、また女性の業務実績が評価されにくい現状をどのように改善し評価に つなげていくのか見解をお伺いします。また登用のベースとなる女性職員の主管副主管を増やしていくための積極的改善措置をお示しください。さらに市が主催共催講演するフォーラム、シンポジウムなどの講演会等に各課からの職員が参加することにより、担当する部署ばかりでなく幅広い分野での問題を学ぶことができ、キャリア教育につながると考えますが、現状認識と今後の取り組みのあり方についてお伺いします。次に男女共同参画が実感できる地域について質問いたします。市民主体、市民の機運の高まりによって男女共同参画を宣言して平成26年度で15周年を迎えます。この間男女共同の社会がどのように変化してきたのか、市民や事業者の意識は変わったのか、そして市の関わり、男女共同参画が実感できる地域の形成は進んだのか検証すべきと考え、お伺いいたします。男女共同参画推進条例の第一条目的に、男女の人権が尊重され豊かで活力ある地域社会の実現に寄与すると謳われており、条例ができ、市民生活や事業者の意識はどう変わってきたと認識しておられるのか、市の責務、具体的取り組みと課題は何かお伺いします。また男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金交付による市民への広がりはどのように図られているのか、またその効果についてお伺いします。次に雇用対策についてお伺いします。今日の労働市場は働き方が多様する中にあり、終身雇用が崩れてきている現状や厳しい雇用情勢にあります。本市におきましても同様であり、製造業の事業の見直しや縮小、廃業などの動向により雇用環境は憂慮すべき時代になっていると考えます。また会津地区において非正規といわれるパートタイマー、契約雇用、期間雇用、嘱託雇用等の有期労働者が平成19年のデータでは女性 21.5%、 男性 8.2% であったのが、6年後の今年平成25年のデータでは女性 42.3%、 男性 14.9% と約2倍の数値となり、それだけ不安定な雇用が増加している現状となっています。市民の安心安定した生活を送っていくには、安定した雇用である終身雇用を増やしていかなくてはならないと考えます。また本市での雇用情勢の有効求人倍率は次第に回復し、新規学卒者の就職率も前年を上回るなど、雇用環境は改善しつつあるが、しかし求職者は非常に多く、
引き続き雇用の安定確保を図るための関係機関との連携を図りながら、雇用情報の収集分析と実効性の高い雇用対策を推進するとしています。そこで雇用の安定と確保について以下質問いたします。本市の現状である不安定雇用の状態では、若者が結婚できないこと、また終身雇用の安定雇用を求めて市外へ出てしまうなどの現状が、本市の人口減少、少子化につながっていると考えます。この悪循環から脱出するために、市として正規雇用の切り替えについて企業への働きかけや支援の対策を講じる必要があると考えます。誘致企業には企業立地優遇制度があるように、非正規雇用から正規雇用に切り替えた企業においても、当該企業の安定雇用につながり、かつ本市の安定雇用への取り組みとして PR できるような奨励制度、補助金や貸付金の優遇制度を市独自で設けるべきと考えますが、見解をお伺いします。また平成25年度の行政評価で、雇用環境を充実する基本施策の中に、最終評価では市民生活の安定を図り、地域社会を持続的なものとするには、安定的な雇用を確保していくことが不可欠であり、新たな企業の誘致や産業創出、また既存企業の安定した経営と経営規模の拡大に向けた施策推進とともに、引き続き企業の求める人材の育成と確保、企業の雇用意欲の創出に努めていく必要があると評価していますが、次年度の取り組み進め方について見解をお伺いします。次に、雇用の受け皿作りについて質問いたします。緊急雇用対策事業は、次の仕事が見つかるまでのつなぎ雇用であるとしていますが、このつなぎ雇用において、本来は期間内に身につけた技術等が次に生かされ仕事に就くことが理想であると考えます。ですが、現在の雇用環境では厳しい状況にあるため、働いている方は期間が終了後はどうなるのだろうという不安があります。若者の定住や安定した生活のためには、その不安払拭の取り組みが重要と考えます。そこでお伺いしますが、本市の緊急雇用創出基金事業で、期間雇用、臨時職員、契約、派遣等の仕事で期間が決められ、それが終了した後の仕事の提供については、行政、商工団体、企業等のさまざまな分野での連携強化を図り、継続した雇用になるように取り組み、次の働く場の受け皿を作っていくべきと考えます。見解をお伺いし、壇上からの質問を終わります。市長、佐野和恵議員のご質問にお答えをいたします。はじめに、非正規雇用から正規雇用に切り替えた企業に対する奨励制度等の導入についてであります。平成25年10月末現在の会津若松公共職業安定所管内の一般有効求人倍率は 1.02 倍と、全国平均の0.98 倍を上回り、改善傾向にありますが、パートを除く常用雇用の有効求人倍率は 0.73 倍と、全国平均の 0.82 倍を下回っております。非正規雇用の求人が増加している現状は全国的な傾向であり、国においては有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドラインを策定し、非正規雇用労働者の正規雇用への転換、人材育成、
処遇改善などに向けた事業主に対する支援に取り組んでおり、キャリアアップ助成金や若者チャレンジ奨励金などの助成制度を実施するとともに、若者応援企業宣言事業により、若者の採用・育成に積極的な中小企業の PR を実施しているところであります。こうした国の制度を中心として、各関係機関が連携しながら、それぞれの役割を果たしていくことが重要であると認識しているところであり、今後も地元企業に対して、国の助成事業や奨励制度等の周知・徹底に努め、積極的な活用を促してまいります。次に、安定的な雇用の確保を図るための取り組みと進め方についてであります。雇用対策は、その受け皿となる企業の雇用意識の促進が前提になるものと考えており、資金繰りの円滑化や経営品質向上の取り組みなどを支援することで、企業活動の活性化を図るとともに、国の雇用関連奨励金制度を積極的に利用していただくよう周知徹底し、企業の求人意識を高めてまいります。また、新たな雇用の場が創出されるよう、引き続き環境、エネルギーなど、今後の成長が期待される分野などの地元企業の新規参入や企業誘致を積極的に推進しながら、安定的な雇用の創出を図ってまいります。さらに、人材の育成やその確保策につきましても、職業能力開発機関の活用を図るとともに、現在、会津地域17市町村をはじめ、県や地元経済団体などで構成する会津地域雇用創造推進協議会において、企業と求職者のマッチングの機会である就職フェア in 会津などを開催しており、来年度以降も、継続して事業を実施できるよう、関係機関と連携しながら、事業内容の検討を進めてまいります。次に、緊急雇用創出基金事業における次の働く場の受け皿づくりについてであります。緊急雇用創出基金事業につきましては、基本的に失業者に対する一時的な就業機会を創出・提供し、生活の安定を図る事業であり、次の安定的な雇用につなげるための知識や技能を身につけていただくことを目的としております。従いまして、事業終了後には、一般求職者に対する雇用支援の取り組みの中で支援を行っているところであり、会津若松公共職業安定所をはじめとした関係機関と連携しながら、多くの企業との面談の機会が得られるよう、雇用環境の整備に取り組んでまいります。なお、その他のご質問については、主幹者よりお答えをいたします。総務部長。お答えいたします。はじめに、女性職員の管理監督職員への登用の促進についてであります。女性職員の登用については、これまでの取り組みを踏まえ、現在策定中の仮称第4次会津若松市男女共同参画推進プランにおいて、計画の推進に向けて、市が率先して取り組む具体的施策の一つに位置づけ、女性職員登用に対する基本姿勢を明らかにしながら、確実な取り組みを進めてまいる考えであります。また、人材育成基本方針に基づく、平成24年度から26年までの、失礼しました、26年度までの具体的な実施計画である人材育成推進プランにおきましても、男女共同参画社会の推進や人材の活用を図るため、性別を問わず、意欲と能力のある人材を育成することが重要であることから、女性職員の管理監督職員への登用に努めていくことを位置づけ、取り組んでいるところであります。次に、能力を引き出すための多様な職場経験についてであります。職場経験の不足の背景には、かつては男女の固定的な役割分担意識があったこともありましたが、現在でも仕事と家庭の両立の問題などがあるものと考えております。こうしたことから、女性職員の個々の事情に即して、可能な限り配慮するとともに、男女間の固定的な役割分担意識にとらわれることなく、多様な業務が経験できるよう、配属先や担当業務などに意を用いてまいりたいと考えております。
次に承認にあたっての評価方法の改善についてであります。承認にあっては男女の区別なく上位の職員に必要な能力や資質、業務実績等を客観的かつ適切に評価し、一定の基準に達したものから選考しているところでありますので、多様な業務経験を積むことにより評価の向上につながるものと考えております。次に女性の主管副主管を増やしていくための積極的改善措置についてであります。積極的な改善措置につきましてはさまざまな手法がありますが、本旨といたしましては前段申し上げました人事配置や担当業務に配慮するとともに、仕事と家庭との調和に向けた職場環境の改善や配置・承認に対する職員の意識づけを図る取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に講演会等への参加についての現状認識と今後の在り方についてであります。担当業務以外でもさまざまな機会を捉えて参加することは職員の資質の向上につながることから、参加しやすい環境づくりに努めてきたところであり、今後につきましても業務に支障のない範囲で参加が図られるよう配慮してまいりたいと考えております。企画政策部長。お答えいたします。はじめに男女共同参画が実感できる地域についてであります。本市においては平成16年に男女共同参画推進条例を制定し、条例に基づいた推進計画を策定して各種施策を展開しながら、市民とともに男女共同参画社会の実現に向け取り組んでまいりました。この間市民活動団体との共同による男女共同参画都市宣言記念事業を開催し、男性の家庭参画をテーマとした講演会を開催するなどの意識啓発を図ってきたところであり、男女の固定的な役割分担意識の解消など市民生活の面で成果があったものと認識しております。また事業者への取り組みとしては、男女共同参画推進事業者表彰制度を創設いたしました。この制度は男女共同参画推進の模範となる事業者を表彰することで他事業者への波及効果を期待するものであり、毎年応募いただいている状況からも事業者の男女共同参画に対する意識が高まっているものと認識しております。次に市の責務、具体的取り組みと課題についてであります。市の責務といたしましては、男女共同参画推進に関する施策を総合的に策定し実施することであります。現行の第3次会津若松市男女共同参画推進プラン改訂版においては、固定的な性別役割分担意識の解消、女性登用促進に向けた意識啓発等、子どもたちへの男女平等教育、ワークライフバランスの視点での事業展開を重点的かつ具体的な取り組みと位置づけ、各種施策を実施してきました。これらのうち固定的な性別役割分担意識の解消の分野につきましては、平成24年度に実施した市民意識調査結果を見ると、前回調査時の平成19年度と比較し、男は仕事、女は家庭といった性別による役割分担意識は低くなっておりますが、一部にはまだ根強く残っていることから、今年度策定する仮称第4次会津若松市男女共同参画推進プランにおいても重点的な取り組みと位置づけてまいる考えであります。次に男女共同参画社会づくり推進活動支援補助金による市民の広がりと効果についてであります。当該補助金制度は、市民活動団体が開催する研修事業や啓発事業、さらには研修参加費に対して補助する制度であります。研修事業や啓発事業は多くの市民の参画を図りながら実施されているところであり、市民相互のネットワーク等を生かしながら広く浸透が図られているものと認識しております。また研修参加費の補助につきましても、国際的なイベントも含めた各種フォーラム等への参加により、男女共同参画に関連した国内外の動きや社会情勢課題推進に向けた取り組み等を学び、また参加者同士の情報交換を
当しながら見識を深め、本市での啓発・理解促進に効果が上がっているところであります。当該補助金による支援制度につきましては、市民活動の活性化や市民の力による男女共同参画社会づくりの促進に向けての大きな原動力となるものと考えており、今後も広く活用していただき、市民の機運の盛り上がりの中で、男女共同参画社会づくりを推進してまいりたいと考えております。以上でございます。佐野和恵議員。ご答弁いただきましたので、再質問させていただきます。まず雇用のあり方なんですが、先ほど市長からの答弁では、人材育成も含め、また有期雇用に対しては、国の指針数字よりも高くなっているというふうな答弁をいただきました。ですが、常用の雇用については、一般的国よりも多少低くなっている現状にあるというふうにご答弁もいただきました。この雇用のあり方につきましては、本市経済にも大変影響のあることだというふうに思っています。先ほど壇上で申し上げましたが、若者の不安定雇用から人口減少になること、若者が流してしまうことが、少子化に拍車をかけてしまうということですね。この悪循環を断ち切る対策が本当に必要ではないかというふうに、壇上でも申し上げましたが、そのように思っています。この有期雇用で働くところがあるというのは大変ありがたいと思うんですが、有期雇用というのは、期間が終わった時の不安というのはどうしても拭いきれないものがあるんだろうと思います。やはり正規雇用がやっぱり終身雇用が一番安定はしているんですが、この雇用環境におきましては大変難しいんだろうというふうには理解はしてございますが、この雇用対策について再度お伺いいたします。6次長期総合計画の中に雇用環境を充実する基本施策がありまして、この目標設定の背景の一つに、求職者と就業先とのミスマッチのため、より魅力的な就業機会を求めて、若年層を中心に地域外へ人材が流出していると分析されておりました。少子高齢化の一途をたどっている本市におきまして、人口減少に歯止めをかけること、そして人口の流出に歯止めをかける対策を取り、具現化していくことが喫緊の課題だというふうに思っております。若者を地元にとどめ置くことは、魅力ある雇用、安定的な雇用は必要条件だというふうに思っております。その対策に、今後の有期企業の補助条件の一つに、正規雇用への条件をしっかりと位置づけしていただいて、その取り組みを図るべきと考えますが、1点目の質問、それを見解をお伺いします。またその計画の目標にですね、女性や高齢者、障害のある方など、すべての労働者が生きがいとゆとりを持って安心して働けるよう、環境の充実を図ると、またこの目標も掲げておられます。安定雇用を含めて、目標達成においてどのような対策を計画されているのか、見解をお伺いします。観光商工部長。2つのご質問だったかなと思います。1つは条件を伏してというようなお話、お正しいだったと思いますが、これについてはですね、なかなかその一概にですね、企業に対して、雇用を一律、例えば正規雇用でというような条件を伏すということはなかなか厳しいのかな。ただ折につけですね、そういった働きかけ、こういうことはしていきたいというふうに考えてございます。先ほど市長の1回目の答弁でもありました、国の方のキャリアアップ助成金、それから若者チャレンジ奨励金、国の制度ですが、正規雇用に移った場合にですね、相当の奨励金等が出るわけです。これを活用している企業もありますし、この奨励金がありながら次のステップに行けない、正規雇用に行けないといった企業の現状もあると
というふうに考えてございますが、主といたしましては機会あるごとにそういったことは働きかけていきたいというふうに考えてございます。それから2つ目の、障害者高齢者の働く場、目標を設定してというようなお立たしでございました。この辺も健康福祉部とですね、連携を図りながらこういった取り組みをもう少し積極的に取り組んでいきたいというふうに考えてございますので、ご理解をお願いしたいと思います。佐野和江議員。はい、雇用環境の厳しさは十分承知しております。ぜひともですね、この雇用については特段のまた取り組みをお願いをしたいというふうに思っております。で、続きまして、男女共同参画について質問をさせていただきます。雇用を妨げているところでの積極的改善措置を取らなければ、いつまでたっても管理監督者に女性は増えていかない。また家庭と仕事の両立のための職場環境は具体的にどこを改善されていくのか質問させていただきます。で、また女性自身の意識改革につきましては、管理職をなぜ望まないのか、それは聞き取りですとか、そこから改善しなければならない、聞き取りすることによって問題が見えてくるのではないかというふうに思っております。女性課長と女性主管副主管との話し合いを行って、その女性自身が管理監督者になりたいという思う気持ちになることもあるのではないでしょうか。この点1点と、あと市は男女共同参画推進事業報告書を事業所に配布し、優良事業所を表彰しています。先ほどの答弁の中にも表彰しているというふうに、申されました。その項目を市にですね、当てはめた場合、その積極的改善措置を具体的に明記できるのでしょうか。それともこの市はこの優良事業に値するのでしょうか。いかがでしょうか。答弁。企画政策部長。優良事業証書制度についてでございますが、現在まで、市内各事業所に対して、優良事業女性男女共同を行っている内容についての取り組みについて、毎年度提案というか公募しまして、受けて、その中からさまざまな項目のチェックのもと、優良証書事業所に値する、事業を選定しているところでございまして、毎年数としては多い数ではございませんけれども、毎年継続して出てきている状況にございます。で、先ほど議員小田田氏の市の場合はどうなのかということでございますが、あくまで現時点におきましては民間企業さんの事業所を対象として、つまり市の役割、そして事業者の役割、市民の役割というふうな中での捉え方で作り上げられている事業でございますので、そうした中でやはり民間企業さんの中でそういった優良男女共同参画に対する優良な内容での取り組みをされているところを招集していくという趣旨のもとでやっておりますので、そういうことでご理解いただきたいと思います。総務部長。それでは私の方からは女性職員の登用に絡んで3点答弁をさせていただきたいと思います。まず1つ目が積極的改善措置への考え方でございます。で、積極的改善措置という部分については大まかに分類しますと2つの方法が考えられているというふうに理解してございます。1つは数値目標的なものを定めて対応するという考え方と、もう1点目が基盤整備という部分に光を当ててやって
っていくという部分でございます。で、数値目標を定めてという部分につきましては、例えば決してうちの方のポスト数というのがそう多くあるわけではございませんし、年によっても変動が多ございますので、毎年の数値目標を定めてやるという部分につきましては、逆に弊害が出てきてしまう。それは承認された女性にとっても、そうでない男性にとっても両面でちょっと弊害があるのかなということで、今現在その方式は取ってございません。で、そうしたことから、基盤の部分ということで申しますと、女性の職域の拡大、この部分は先ほど答弁の方でも申し上げさせていただきました。で、今回質問にもございましたような研修機会の充実という部分についても、これからも意を用いてまいりたいと考えているところでございます。で、あと2つ目の質問とも絡むんでございますが、仕事と生活の調和、ワークライフバランスが取れていないので、女性の方がどうしてもデメリットを受けてしまっているという現実が解消されているのかというと、これはまだまだ積極的に取り組んでいかなきゃならない問題で、息の長い取り組みが必要になろうかと思いますが、当面の我々の考え方としましては、特定事業主行動計画というのを法律によって定めてございますが、具体的には子育て支援プランということで、仕事と育児の両立に向けて、それは女性が両立しやすいというだけじゃなくて、男性もその部分に積極的に関わるようにしましょう。なので、例えば男性も育児休業を取れるようにしましょうとか、そういった部分で実態と意識を少しずつ変えていくという取り組みをこれからもきちんとやっていきたいなということでございます。最後に女性の意見を聞いて、もっと実態に即した対応していくべきじゃないかなというのは本当に貴重な提言でございますので、折につけ女性職員の意見を聞く機会を設けて、その中で改善できる部分、あるいは男性側で意識を変えなきゃならない部分ありましたら、これまたしっかりと取り組んでいきたいと思います。いずれにしても問題として今日明日に数字が改善するというものでは残念ながらございませんが、ゆっくりでも着実にということを肝に銘じまして、この問題には取り組んでいきたいと、そのように考えてございます。佐野和恵議員。確かに、すぐにということだと、これは時間のかかるものだろうというふうに思っております。また先ほどのご答弁の中にも、子どもたちの教育にも含めているということで、先日子ども人生講座というのを傍聴させていただきました。で、子どもの小さい時から脳の柔らかいうちから、その男女共同について取り組むということは大変素晴らしいなというふうに思いまして、これは引き続き、行っていただきたいなというふうに思っています。今回この私 の女性の管理職に登用についての質問なんですけれども、この女性管理職を増やすことはサービス提供のあり方でもきめ細やかさも加わるんだろうと、また男性の幹部職員とともに進めることで、違った視点から新しいアイデアや提案が生まれるのではないかということです。さまざまな施策事業の大骨小骨のある、腰がある中で、女性管理職の視点が入ることによりまして、毛細血管に値するような施策になるのではないかというふうに考えております。そうなることによって、一番大事な市民満足度も高くなるんだろうというふうに、つながってくるんだろうというふうに思っております。男女共同によって新しい発想、知恵と工夫を生かした実効性のある施策を進められるのではないかというふうに考えております。そのようなことから、女性幹部、職員登用を進めることは、施策事業において市民サービスがより市民のために、取り組みになるのではないかというふうに考えておりますので、課題は明確になっているわけですから、ぜひとも、ゆっくりでもこの事業を進めていただきたいなというふうに要望して終わります。